これは追い詰められているのか追い詰めているのか。はい、どうもニナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。これ早く行きたいエリアの中に。41は結構きついんじゃないかな。これ余裕あるな。後ろにいるじゃん。レジスタンスを相当後、次のセクターへ移る。上げるぞ。余裕あったな。後ろにたどり着くにはこの先のタレットを破壊しなければならない。壊されちゃったかな。今 ST あったけど、あ、壊されちゃったな。すごい残骸が残骸すごいことになってんな。いや最近まあこれスターウォーズバトルフロント2あるあるなんですけども、いた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 、めっちゃおる。敵を発見した。沖にはいけんな、向こう側に人おるんで。この上のやつ処理しないとやばいだろ。切り込む。OKOKOK。消滅した消滅した。爆弾置きたい。よー、ナイス。ボーバナイス。コークの憂いが立ったぞ。ただ防衛少なくない？敵が近いぞ。グズグズになった。ごめんボバ。うわあ。ロケランだ。ボバ。頼んだボバ、ボバに。おい、一人分隊だった。あれ何の話だっけ。そう、あのあるあるなんですけども、起爆シークエンスが開始された。でも、ね、やたら同じステージばかり引くというね展開ありまして、まあまあまあいい感じかな という取れ高だったとしても、ナイス。あんまりね同じステージが続くの良くないかなって控えることあるんですけど、やっと今スターキラー基地から解放されて、まあ、ただこっち側守り勝った、こっち側守り勝ったいっすわ。ボバボニエアリアルがすごい。エアリアルすごい。ボバにエアリアルの対策は任せて置きたいんだけどさ、なんかいる、ものすごい量的いる。来るんだよな、起きてえけど。ナイス。まだダメか。一人減った。敵は一人減ったぞ。チャンスだ。全然来ないな。まあ、少なくとも少人数戦ではある感じはするね。こっちのチケットの減りも少ないんで。だ、次のヒーロー来そうだよね。ボバともう一人誰だっけ。ボバにうまいことを索敵してもらって一回起きてんだよな。アナキも倒してる。やるやん、ボバ。痛くてもとりあえず起きたやい。痛くてもとりあえず起きてえな。とりあえず置くムーブするか。多分守ってくれそうな気がするんだよな、エリアにさえ入れれば。エリアにさえ入れれば守ってくれそうな気がする。オッケー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 。東タレットを吹き飛ばす。そして私の味方も来た。いいよ。バリアをちょっと置けんから隠れてよ。東の爆弾は間もなく起爆。いいで耐えろ。東の爆弾きつい。バリアは絶対張っちゃダメなんだ、こういう時に。こういう時にバリアは張っちゃダメという。ナイス。後ろから撃たれてても、どっから撃たれてた今。
What? 敵は船で城から脱出する。いいぞ。城を抑えて奴らの。98だいぶ回復した。そして私にも味方ができた。スターキラー基地から解放された私のタコだな。勝利で飾りてえな。レジスタンスの指揮官が現れた。ID は不明だ。まあ、こっから崩すのは結構難しいからね。普通に負ける展開も余裕である。相手がどっちをにウェイトを置いてるかだね。できれば母番に引っ張られて上にいてくれるのが楽なんだよな。上ね、この屋根の結構いる。ただ普通におる普通におる。そうだね、その辺で一旦待機してほしいな。跳ねかけてきちゃった。これでいける。右にいるんだよなそれ多分。ほら左か。 いないわ。いい、削れ。精鋭の支援を得られる。削れ。さらなる味方よ。削りましょう。ボバが一人中には入れないと思うから、どうしても。すげえ跳ね返ってきた。あ、いるね。ナイス。それはでかい。オービタルストライク当たらんよね。いいよ。いいね。どこ？上まで抑えに行ったか？いない。あ、ボバ！ちょっと一旦解除した方がいいね、これ。敵はほとんどいない。後ろに来てんの？我々の手に落ちる。後ろに来てる感あるな。制圧中が進んでいればそのまま終わりそうだが。来てる。来ているぞ。城の制圧にかかる。行くぞ。城の制圧に。あ、城の制圧が止まっている。やられちまったか。間に合わなかったんだけど、脇道それてたら間に合わなかったんだけど。おい、オーダーを称えよ。ちょっと寄り道しただけじゃないか。左の方ちょっと撃たれてたからさ。私がちょっと寄り道している間に終わっちまったな。というわけでね、学生さんは夏休み本番といったところではないでしょうか。めっちゃ暴れてるな一人。ぜひね、この夏休み、かなり今年の夏暑いと思いますので、できればこのね涼しい部屋にこもっていただいて、スターウォーズバトルフロント2遊んでみたらいいんじゃないでしょうか。というわけで今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。